水古伝水古伝百八8世一覧表、安藤禅古大僧や安藤禅安藤禅は、中国の小説で読んだ遺跡書の一つである、水古伝の登場人物、両山白第五十六位の交換。指令星の生まれ変わり。あだ名は、神で、どんな重病、重症の患者も治療する神の腕を持つ医師のい、金良健康府の出身。全般的に色濃いに淡白な両山白の高官の、 中では、珍しく、女好きで俗っぽい性格の持ち主であり、108人、集結説話の中ではかなり終盤に登場する人物でありながら、その天才的な手腕とともに強い印象を残す人物である。北京大名府を攻略中の両山白軍狩猟双光は、仙台狩猟の長外の夢のお告げを受ける。それは近いうちに、双光にビオマが襲いかかり、 高難の治療性でなければのけないというものであった。果たしてその後、これは、まさとなってしまい、双方は急に疲労と発熱を訴えて倒れ、背中に大きな祖ができて、意識不明の重体となった。軍師御用は一時北京攻めを中断し、双方の治療を優先させようとするが、背中の祖は手の施しようもなかった。そんな中に長順は、 かつてどの医者も見放した母の出来物をいとも簡単に治療してしまった名医、安藤前の存在を思い出し彼を両残泊に呼び寄せることを提案する。長順は早速健康婦に赴いて安藤前に事態を説明するが安藤前はお気に入りの娼婦である李匠目と別れたくないと言い張り拒否する。同時に李匠目は長順を襲った水族。 説工期の調査官の譲司でもあった。それを知った長順は、李匠名一家を皆殺しした上に、犯行現場の壁に、地で、殺したのは、安藤前なりと書きつけた。こうなっては、犯人扱いされる安藤前はこの地にいられなくなる。長順の強引な手法に呆れながらも、しぶしぶ量山白息を承知した安藤前は、早速走行を診察し、 あっという間に治療に成功した。その後も距離に戻るわけにはいかず、両山泊に止まって、傷病者の治療に当たった。108人生揃いの際には、第56位の高官となり、処物の制作を司る、当領16人のうち、内科、外科疾病の治療に当たる医師として、役割が定められた。両山泊には倉庫をはじめ、無実の罪ややむを得ぬ犯行で流罪となり、 期待に、流刑地を入れ墨された交換も多かったが、安藤前は、皮膚整形により、その姿勢も目立たないようになるまで治療した。両残白軍が、朝廷に基準を、大量生伐では喉をいられた、蝶清氏を治療、タトラ討伐では、臨中の矢傷を治療した。さらにタトラ戦では、蝶清氏の恋の病まで面倒を見る。蝶清氏の思い人は夢に見た敵軍の除血。 経営であった。安藤善は、彼女の養父である、梨のいる浄化機場に乗り込み、変装して、前例と称して、毒屋にあたって、既得状態にあった梨の診療を行って、信頼を得る。そして共に城に入り込み、弟の前はと称していた、蝶清と、経営との結婚の許可を得ることに成功した。しかし実は、梨は、経営の実の父母を殺した敵の義兄であった。 安藤前は、超清らと測り、梨を毒殺し、諸将を投降させ、城を把握するなどを活躍を見せた。続く、王慶征伐にも従軍し、双方の病を診療している。両山白軍最後の遠征となる、放浪征伐にも従軍したが、基宗皇帝の些細な疾病の診療を命ぜられ、首都海風へ呼び戻される。そのため両山白軍は、医師不在となり、 ホーローとの戦いにおいて、除イを、はじめ多くの戦士、病死者を出すきっかけとなってしまう。安藤前は、首都帰還後、朝廷において太市委員の金紫の遺憾に任命されたという。両残白108人の中には、安藤前の他にもう一人、医師の候補ただしがいるが、こちらは10位である。皇帝の消失という、つまらないながらも断り得ない理由による、 安藤前の物語からの退場は、結果的には、両山伯軍団が崩壊へ向かう端緒となった。高島敏夫は、この安藤前の退場は、水古伝作者が両山伯軍を最終的に崩壊させる構想を実現するために、同じく大量生伐の後に修行に戻ると称して、退場した最強の妖術師、高村勝サと共に、 両残白軍が無敵である保証を外したのではないかと推測している。ありがとうございます。